こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを明日から使えるように分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時にすぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日は6月夏至のことについて説明します。旧暦で言うと6月の25日頃になるんですけど、この6月25日の6月夏至について解説、予習をしていきます。で、今年の旧暦の6月25日は、8月の3日火曜日です。ちょうど1週間後ですね、2021年は。で、この夏至っていうのは強い飯で書きます。で、こわ飯って呼んだり、こわ飯って呼んだり、そのままかしちって呼んだり、おこわって呼んだり、なんかいろいろ読み方はあるんですけど、一応かしちっていうのはこの強飯、こわ飯っていうのを炊いてお供えすることっていうのをなんとなく覚えていてください。で、6月15日の6月うまちがありましたよね、この間、旧暦の。で、このうまちには稲の収穫の儀礼を行うんですけど、収穫儀礼ですね。で、行って、で、その稲の収穫に感謝して、来年の豊作を祈願して、家族の健康を祈願する儀礼が、この6月夏至です。うまちはあくまでもうまち、かしちはまた別です。で、かしちは何やるのって言ったら、今年収穫した、新しく収穫したお米やもち米使って、おこわ、ご飯ですね、を呼ばれるかしちを炊きます。で、私が前に調べたときは、この、赤飯もかしちの一つだよって書いてあったんですけど、かしちは6月かしちと8月かしちがあって、6月のかしちに関しては、汁かしち、汁かしちって言って、白いご飯、新米で炊いたもの、新米ね。で、炊いたものをお供えするっていうのが基本だそうです。で、このかしち、6月かしちは真っ白なご飯で炊いた汁かしちなんですけど、小豆とか、黒米、黒い米とかで色はつけないです。白ですね、白。で、それご飯を普通に炊きます。別に水の量とかなんとかって関係なくて、まず白いご飯炊きます。で、このご飯を、ひぬかん、床の神、仏壇っていう順番にお供えします。で、基本的には全部お家の右岸っていうのは、ひぬかん、床の間、仏壇っていう順番になります。床の間ないところは、ひぬかん、仏壇。になります。で、これは各家庭で夏至は行うものになるんですけど、集落、の行事として、あみしとか、つしあみ、みめういびとかって呼ばれる拝みをするところもあります。で、みめっていうのは新しい米。新しい米でみめね。みめじな。つなね。つな。つな引きのつなです。みめじなって言って、綱引きを行う地域もあって、その場合、旧暦の6月24日に夏至やって、あみしを25日でやったりとか、25日に夏至やって、あみしを26日でやったりとかって言って、2日間の行事になることがあるんですけど、本来このあみしっていうのは、一緒にされることが多いんですけど、あみしは雨乞いの儀式で、沐浴、あみしって沐浴、浴びる。あみしって書くので、牛とか馬とかも沐浴をする日だったりとかってするんですけど、この稲の収穫に感謝して来年の豊作を祈願するかしちとはまた別なんですね。だけど、これがごっちゃになってるところも多いです。ごっちゃになってるところも多いし、地域も多いです。で、あみしとか、あみしに関しては、集落、地域の行事になるので、お家ではやらないです。で、じゃあ、6月の夏至の話に戻るんですけど、ひぬかん、まあね、白いご飯炊く。白いご飯炊く。これ、新米でですね。で、炊いたものっていうのを準備して、
ひぬかんには、ひぬかんにはお茶碗に炊いたお米を丸いお盆に入れてお供えします。で、これはいつもの、線香をやればいいんですけど、私たちは12本3本をかける3組やってるので、それでお供えをまずします。で、ひぬかんにはお箸は供えません。神様なので。で、この時に、今日は6月の加湿ですって言って、こういう風に、今年も美味しいお米が取れて、来年も美味しいお米が、今はね、米農家じゃないので、私たちって。なので、感謝することで OK だと思うので、ご飯をこうやっていただけて、また来年も家族みんな美味しいご飯が食べられますように、無事に収穫ができますようにっていうお願いをします。で、ひぬかん終わったら、次とこの間行きます。とこの間も同じですね。お茶碗にご飯入れて、お盆にやって、いつもの線香ですね。これ12本立ててる人もいるし、12本3本立ててる人もいるしって、もういつもの線香でいいです。で、このいつもの線香、ここも神様なのでお箸はないですね。とこの神お供えします。で、仏壇になると、ご飯、こっちだね。ご飯、この加湿ですね。ご飯、汁物、酢の物、うさちって言われますね。うさち。で、お箸を一膳添えます。で、ご飯、汁物、うさちとお箸を一膳でお盆に並べてお供えします。これは先祖なのでお箸をお供えします。で、12本線香でお通しして、あと家族それぞれから3本ずつの線香をお供えすればいいんじゃないかなと思います。で、今、勘のいい人は気づきましたね。ひぬかんと床の神は私丸いお盆を書きました。仏壇に関しては四角いお盆を書きました。これってどういう意味があるのって私も謎だったんですけど、丸いお盆っていうのは角がない。角がない。つまり和合を取るってことです。和合を取る。仲良くする。和合を取るっていう意味があるので、神様とは角がない方がいいですよね。で、仏壇。ここ。四角のお盆。四角のお盆。どういう意味があるかって言ったら、こっち角がありますよね。で、あの世とこの世。あの世とこの世は分かれてる。違う世界にいますよっていう意味の、縁切りじゃないんだけど、この世界を分けるっていう、切るっていう考え方で、四角のお盆で出すって言われてます。で、場合によっては丸いお盆で出す場合もあるんですね。先祖と和合を取るっていう場合の拝みとか。なので、今日は何をやるのかなって考えて、私は丸なのか四角なのかって考えてます。で、一応、仏壇もね、この場合は、加湿の場合は丸でもいいんじゃないかなと思うんですけど、一応、いろんな人に聞いたら四角の方がいいんじゃないって言ってたので、四角でやろうかなと思ってます。で、6月加湿の大きなポイントは、もう一番のポイントは今年、取れた新米で白いご飯っていうポイントがあります。で、私たちって別にお米普段から作ってないじゃないですか。なので、新米を自分たちで持ってるってことはほぼないと思うんですけど、この頃になると、沖縄県産の新米を出回ってくるので、お米作ってない家庭の方でも、もうできるだけ沖縄県産がいいと思います。沖縄の水を使って、沖縄の土地を使って、炊いた、作った新米を炊くっていうのが年に1回あってもいいんじゃないかなって思うので、ぜひ沖縄県産の新米を今から準備して探してみていてください。今年はちょうど1週間後の8月3日が加湿になるので、これはそんなにね、汁物と酢の物って言っても自分たちの夕飯とかで作ればいいと思うので、そんなにボリュームが大きい準備ではないんですけど、ぜひ今までやったことないよっていう人も、この加湿に関してはすごく簡単なので、チャレンジしてみてください。で、
この動画を見ていただく方からよくご意見いただくことがあるんですけど、動画で話していることややってることや、ユタヤカミンチの方とか親から習ったやり方とかも違うっていう場合も多々あると思います。で、この仏壇ごと .com に関しては誰が間違ってるとか間違ってないっていう答えがない世界だと思ってるんですね。なので、ご自身が納得いくものを取り入れてやっていくのがいいと思ってるので、参考程度に見ていただけると嬉しいです。ということで今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。ぜひ6月か7やってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。